Okay, I'm back. Sorry about that. I had to answer a phone call for my niece. And you might hear some background noise because I had to rewash her clothes. Because they're her work clothes, and you know, she has me hang them up afterwards, and I hung them up outside and shit like that. So, gonna rewash them. Alright, now let's get back into this. So, what I'm saying, if you hear background noise, some very big, very bad background noise, it's the washer. Alright, let's go find out what's going on here. Why does this kind of look like Inazuma? Why does it look like it's an Inazuma play? It's an Inazuma, weird. Okay. Okay, I think I've been here before. I have no idea what's going on. Never had this happen. Okay, what are we doing here? Ah.
場所だな。一体どうなってるんだ？なあ、どうしたんだ？なんだか不安そうだけど。佐々木犬ゾーマ。Oh, this is definitely an Inazuma thing. I got a really bad feeling about this. What the hell?危機を乗り越えてきたとしてもいずれ運は尽き、己の無力と弱さを思い知るがいい。兄さん旅人よ、お前は真相をまだ見抜けていないのか？それとも現実とは向き合いたくないから？王子様はとうにお前を捨てた。お前の存在は王子様にとって目障りなのだ。Bullshit。お前の探す家族の絆などもはや存在しないのだ。お前の旅は全く無意味なもの。だがもう悩む必要はない。なぜなら今日がお前の命日だからだ。
うしよう。外にもハイパシアがいないぞ。あ、ここにいたのか。調子はどうだ？甘い。よかった。まだ意識があるんだな。わあ！お前、弁当を落としてどうするんだよ！無理もないな。ちょっとひどい様子だぜ。でも、今はそんなことを言ってる場合じゃない。早くこいつを助けてやろうぜ。あれ、こいつの周り、果物がたくさんあるぞ。あ、そうだ、この果物なら役に立つんじゃないか。どなた？ディナリかしら？ハイパシア、落ち着いてくれ。ディナリに頼まれてお前に食べ物をあげに来たんだ。ほら、あいつからの手紙だ。なるほど、あなたたちはティナリのお友達だったのですね。ごめんなさい、先ほどはご迷惑をおかけしてしまって。いいところに助けに来てくださってありがとうございます。それにこんなにたくさんの果物まで。いや、この果物たちはオイラたちじゃないぞ。入ってきた時すでにここにあったけど。それでオイラたち不思議に思ってたんだぜ。周りにこれほど食べ物があって口元には果汁もついてるのに、一体どうやって空腹で倒れたんだろうって。あら、そうだったんですの？あ、わかりました。ということはきっと私の隣人が来てくれたんですわ。隣人？ここには他の人も住んでるのか？もしかしてあなたもご覧になれるんですの？オイラたちが前見たあの奇妙な生き物をさっきここで見かけたのか？それに変な夢を見た？でも旅人さんは嘘をついてないと思いますよ。私も同じように人見知りの隣人を驚かせたことがありましたもの。安心なさって、彼らは悪意など持ちません。あなたに夢を見せたのはただ早く逃げられるようにです。ハイパシア、お前の隣人、あの小さな生き物は一体何なんだ？私も彼らの名前を知りません。ただ分かっているのは彼らが宗神様と深い関係にあるということだけ。なぜなら、私が初めて彼らを見たとき、それはちょうど私の意識が世界樹とつながった日だったのです。瞑想から目を覚ましたあのとき、私は流れ込んできた知識のせいで頭がクラクラしていて動悸までしていました。そして突然洞窟の入り口に小さな姿があることに気づいたのですわ。私は好奇心でそちらへ歩み寄りました。きっと彼は私が近くで動き回るのに慣れていたのでしょう。警戒心は全くなくて楽しそうに自分のやっていることに専念していました。私がひざまずいて彼を見ていると、彼はふと私には彼が見えていると気づいたのです。それで？そして私は夢を見ました。気づいたら彼はもういなかった。もう二度と現れないと思いましたけど、数日後にはまた近くで姿を見かけましたわ。それに他の仲間たちもいました。
感じるのです。彼は前よりも私を恐れなくなったと。でもまさか私を助けに来てくれるなんて。ええ、そうですわね。あ、そうだわ。ティナリからの手紙に世界樹についていろいろ聞きたいと書いてありましたけど。Oops. すみません。果汁をたくさん飲みましたのに、まだお腹がペコペコみたいで。ティナリが用意してくれた弁当は落としちゃったし、ハイパシアに何かいいものを作ってあげようぜ。オイラもお腹空いたしな。話は後にしよう。そうだな。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きと大根入りの野菜スープとかどうだ？この2つはオイラたちの得意料理だからな。わあ、食べたことのない外国の料理ですわ。楽しみです。実はティナリが最後に来てくれてからまともな料理を食べていなくて。私料理が苦手で、あなたたちの作った料理をいただけるなんて本当に幸運ですわ。ティナリからの手紙にもありましたし、ご自身でも語っておられましたが、パラハームを初めて嗅いだというのに世界樹とつながれるなんて驚きましたわ。私は確か3年ほどかかったかしら。それでも教練員の学者の中では天才と呼ばれるくらいなのですよ。これができないまま一生を終える学者もいるんですからね。それでなんでこのお香は人と世界樹をつなげられるんだ？パラハームの主な原料はマハールッカデバータが創造した植物ですから、創神様の力に対する私たちの認識を刺激してくれるのですわ。創神様の力の根源は世界樹です。つまり私たちは彼女の力をお借りして地中の奥深くにあるものの片隅を垣間見たということ。さすが世界樹とつながるお方、飲み込みがお早いんですのね。わかった。でもこいつは長い間植物の匂いが苦手だったんだけど、それはなんでだったんだ？それは彼女の特殊体質によるものでしょう。お香によって創神様の力に対する感知が過剰に刺激され、何らかの乱れが生じたのです。それでパラハームの成分に似た香料の匂いを嗅ぐと体がストレス反応を起こしていたのですわ。でも心配はありません。今のあなたはもう大丈夫です。まだ創神様の力に敏感かもしれませんが、特定の瞑想をしない限りパラハームがあなたに影響を及ぼすことはありませんから。はあ、それはよかったぜ。正直に言うと、あなたの感知能力が本当に羨ましいわ。たとえ一生動悸や頭痛に悩まされるとしても、
世界樹とつながることができるのであれば一向に構いません。おお、そんなにこのことに夢中なのか。仕方ありませんわ、学者ですもの。私は教令院メイロン派のものです。主に星空と地上運命の関連性について研究していますが、星空にはあまりにも多くの解けない謎が秘められています。 OK, here comes the noise. Artois' Darshan. There's a star in the connection to the Fae of Living Beings. That sounds like Layla. ですので、私は全地の世界樹に問うことしかできません。けれど、私の感知能力には限界があり、世界樹を見つけられないこともありますし、感知によって精神を壊されないという保証もありません。私の今の修行段階は、サティアワダライフと呼ばれています。スメールの多くの学者は、この段階にとどまり、世界樹の探索中に発狂してしまいました。世界樹には、神の知識が秘められており、では、スメール人は夢を見ません。なぜなら、知恵の神であるマハールッカデバータの恵みによって、人は夢の中にある愚かな妄想から解放されたのですから。私はスメールの学者の家に生まれました。幼い頃から両親は、夢を見なくなった時が大人になった時だと私に教えてくれましたわ。私は一生懸命勉強して教令院の生徒になり研究員になりました。そしてやはり私も二度と夢を見なくなった。けれどあの日、私が驚かせてしまった彼は私に夢を見せてくれました。夢の内容は忘れてしまいましたけれど、突然子供時代に戻ったかのようで、本当に不思議な感じでしたわ。子供時代の私は本当に無知でしたけれど、恐れることは何もなかった。もしかして夢は思ったより悪くないのかもしれませんわね。あ、今後もしスメールシティに行くなら、こんな変な話を他の人に話さないでくださいね。笑われてしまいますから。わかったぜ。ところでハイパシア、こいつが世界樹のところで見てきたものに何か心当た
申し訳ないけど今のところ思いつきませんわ。でも世界中で見たものが存在した記憶だというのは確実なことです。世界が私を忘れて、一体どういう意味でしょう。今のサティアワダライフの段階を突破してパリプーナライフにたどり着けたら、その意味を理解できると思いますわ。もし今後ここを通りかかるときは、私に会いに来てくださいな。礼などいいのです。あなたたちは私の命の恩人ですから。それにまたあなたの料理を食べられると思うとワクワクしますわ。ハイパシアの安全も確認できたし、知りたいことも聞けたし、そろそろガンダルバー村に戻るか。Alright. Well, we're gonna go and head back to Gundaraville, but before that, I'm gonna go ahead and... This is it. This is gonna be the end of the video until next time, the Legends, and thank you all for watching. Take care of yourselves.